皆様ようこそお越しくださいました。善気と申します。今回ご紹介させていただきますのは、寿屋さんから発売しております島田文兼アートワークスアルシアでございます。今回のこのキット、パッケージ左上にも書いてあります島田文兼アートワークスという画集ですかねの方に掲載されておりました女の子をキット化したものということらしいです。前もって中身の説明書とかランナーチラチラ見たんですけれども、構造的にはフレームアームズガールに非常に近いものとなっております。寿屋さんの公式ホームページのこのアルシアのところに行きましても、フレームアームズガールで培われた可動と造形を惜しみなく投入うんぬんうんぬんということが書かれてましたので、とはいえ商品の分類としては寿屋さんの代表的な美少女プラモデルフレームアームズガールとか女神デバイス、あるいは総裁少女庭園、そういったタグがついてないものですから、イメージとしてはフレームアームズガールの上位互換っていうところですかね。多分今回きりで終わるものではないとは思います。ではパッケージのご紹介してまいりますが、正面がこんな感じになっておりまして、おそらくこの箱絵の方が画集の方に掲載されていたやつですかね。非常に可愛らしいとんがり耳の女の子となっております。服装も非常にセクシーです。で、箱の大きさとしましては初期の頃のフレームアームズガールの箱とほぼ同じですね。正面がこんなもんで厚みもそんなに厚くないです。で、手前の方がこんな感じになっておりまして、塗装済み完成品のフロントトリア、猫耳についた実際の耳ではなくて、こういったヘッドセットみたいなんですけども、シルエットで言いますと猫耳ってのは尻尾のついた獣娘でどこでしょうか。非常に可愛らしいと思います。で、腕につきましてはメカ腕と副腕が左右接続しておりということで、両方揃えることもできますし、アシンメトルすることもできます。で、隣の方がいろいろ可動のこととか、剣についてはノートをバットができるとかで、こちら多分これゴーライですけども、そちらの方とのカスタマイズも可能です。で、右っ端がいつものようにデカールすら貼ってないパチ組の写真、まあ正直背景の色が違いますし、ポージングのせいもあってよくわからないんですけども、ベースのカラーはほぼほぼ成型色で賄われてますね。ここにも書いてあります、一部パーツが塗装されておりということで、パチ組でどこまで塗装済み完成に近づけるかわからないんですけれども、難しくなければちょこちょこと不足しているところから塗って作っていきたいなと思っております。で、手前がこんな感じになっておりまして、反対側がこちら、付属するフェイスパーツは3種類、通常右向き、正面笑顔、正面微笑み顔で、デカールは若干のマーキングとアイデカールとなっております。あとは注意書きですね。では中身の方もご紹介していきたいと思います。最初にこのキットの潜在画像を見た時に、フレ画の流れかと思ったんですけども、それともどうも違うような扱いを寿屋さんがされているので、今後もこの島田文兼アートワークスシリーズっていうのは独立した感じで続いていくんですかね。非常に可愛らしいので、今後も続くのであれば非常に楽しみだったりします。まずはこちら、これは展示ベース周りですかね。で、こちらがフェイスパーツ3種類と腹部、若干部分塗装されてますね、この下の方とか。で、こちらの方が、これは武器類ですかね。塗装済み完成品では細かく塗装されてましたけども、これ細かいモールのところスミルするだけでもかなりかっこよくなりそうな気がします。で、反対側が、これどこだろう、肩とか腕とかそんなとこですかね。なんかここにバッグか何かのジムみたいなパーツがあります。で、こちらが頭髪のパーツ。で、反対側に、この辺は猫耳かなんかのパーツですかね。そんな形状に見えますけれども。この辺はこれ靴の裏ですかね。結構レビューが細かく入っております。で、次こちらが、これは太もものパーツとか、反対側に両部とか胸部、あと猫耳っぽいパーツ、そういったものがあります。で、こちらが、これは関節の可動のパーツですか、これが手首のジョイントですかね、そんなのがあります。で、こちらが、マットな感じの太もも、あとすねのパーツ、反対側に、多分肩とか腰部、そういったところのジョイントパーツですね。で、こちらの方が、これは膝の二重関節とか、反対側に、尻尾パーツ。どこには上半身とか、これ腕ですかね、の服のパーツですかね、なのがあります。で、こちらが白いハンドパーツ。で、こちらの方が黒いハンドパーツ。で、こちらの方が最後ですかね。あ、この乳白色、クリアパーツとポリパーツと、ここにちっこい、一個だけこんなレモンイエローみたいなカラーサイン用のパーツがあります。で、最後こちらがデカールシール。2番とか3番とか、カメラ映ってますかね、むちゃくちゃ小さいですけども、まあ、こういったものはきちんと丁寧に貼っておきたいと思います。キットはこれで以上となります。ワンブが2パターンつくってことは書いてありましたけれども、ごっつい武装がつくわけではないので、最近のこの手のキットの中では非常にコンパクトで作りやすい分量となっていると思います。そして最後、作り方の説明書。島田文兼アートワークス。アルシア。可愛いのは当然ですけども、綺麗なお姉さんですよね。で、中の方に参りまして、まずは塗装済み完成品の写真。個人的にこのイラストの方もそうなんですけど、この肩の赤いラインですね。これ部分塗装されてなかったような気もしますし、カラーリングとしても抑えめなんですけども、結構目立ちますのでね、こういったところちょっと塗っておきたいなと思っております。で、下の方にいろんなポージングがあります。で、注意書きがありまして、次のページがパーツリスト。分量としては非常にシンプルな感じですよね。初期の頃のフレームアームズガール、そんなぐらいの分量じゃないでしょうか。で、ハンドパーツについても、腹腕用とメカ腕用で2種類ですね、カラーリングが。
で次のページから作成が始まりまして、まずは頭部の組み立て。頭髪パーツについては根元のところ可動軸ジョイントで左右動くみたいですね。で猫耳頭パーツっぽいものを作っていって、頭髪パーツを取り付けて、でフェイスパーツをくっつけて頭部の完成。で次に胴体の組み立て。首の可動とかそういった構造を見てみますと、細かくパーツで分けられていますけども、ベースなる構造はやはりフレームアームズガールっぽいですよね。女神デバイスのマシニカとはちょっと違いますし、ただ胸の下については前後左右の可動とか、脚部についても上下にスライドできるようです。で、腹部を作ったら胸部と接続。で、次に右肩の組み立て、左肩の組み立て。で、右メカ腕の組み立て。で、次に左メカ腕。で、今度は右腹腕。腹腕って言うんですね、こういうの。で、左腹腕。で、次に腕が出来上がりましたら、今度は右足の組み立て。そして当然のごとく膝は二重関節。で、つま先を作って接続。で同じように左足の作成。で次のページで腰部パーツの組み立て。サイドスカートとかこの尻尾の部分ですね。で次にバックパックを組み立てて、でこういったものが出来上がりましたら、まず腕ですね。腹腕とメカ腕で肩のパーツを接続するときに、メカ腕の方はなんかパーツ2個ぐらい間に挟むみたいですね。で頭部、腕部、胴体、脚部を接続。で次のページで後ろ側から腰部パーツを取り付けてアルシアの完成。で展示ベースの組み立て方と使用方法。次のページが帽子の取り外し。取り外した後で取り外すためのピンは逆向きにして収納できるようです。で、オプションパーツとしてマスクパーツ。あ、こんなんあるんですね。で、次のページで首パーツの組み替え。で、このガスマスクっぽいのが付けれるんですね。で、次に武器、ライフルの組み立てと刀、納刀状態での組み立て。で、剣の持たせ方とか、剣の取り付け方。で、次のページがギミック、脚部の可動とか、追加のジョイントとか、フレガシリーズの頭部の交換方法が書いてあります。で最後のページがカラー&デカールガイド。まあ、アイデカール以外はそんなに多くなかったので、この指示通りきっちり貼りたいなと思いますし、やはりこの腕、腹腕ですかね、のところの横の赤いラインですか。ここは結構目立ちますので、こういったところとかちょこちょこと簡単塗りそのところだけ塗装したいなと思っております。説明書以上、こんな感じですね。では、早速作成して、完成品の状態ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。今机の上に置いてあるものが概ね全てのパーツですね。本来であれば上腕部分とか太ももの部分に 3mm の穴を設けるジョイントパーツがあるんですけども、それについては割愛させていただいております。では付属品や交換パーツの方からご紹介してまいります。まずは展示ベース、こちらですね。似たような形状の展示ベース、過去にも見たことはあるんですけれども、他のフレガとかメガデバンついているものよりもだいぶ多機能になっております。根元で角度を変えることができて、ここの部分でこんなに伸縮させて高さ変えることができます。で、先端部分に角度を変えることができて、このピンの付け根のところ、ここにも上下のこんな角度があります。今回のアルシアは非常に軽いキットですので、長時間でなければこれを使用して跳躍したポーズ、宙に浮いた状態でも飾っておくことができると思います。続きましてハンドパーツ。今本体ですとか交換用の腕についているものが指の揃った開き手、それ以外に4種類おなじみのものですね。で、上段の白いものが腹腕用のもの、下のグレーっぽいものがメカ腕のものになります。左の方から開き手、握り手、武器持ち手、人差しの伸びた武器持ち手。で、見た感じ、下のメカ腕用のものは ABS か PS 製に見えるんですけども、こちらも今回 PVC 製となっております。で、武器持ち手につきましては、さっきポージングを取らせてるのがどっか行っちゃったんですけれども、メカ腕用のものにつきましては、ちょっとわかりにくいかもしれません。この握り手のところで映ってますかね。右手の方に R、左手の方に L という水電車デカール貼る指示があります。ハンドパーツはそれぞれ5種類ずつが付属します。続きましてフェイスパーツ。今本体についてますのが通常側の目線が右向きのもの。で、こちらが正面向きの微笑みのもの。まあ、微笑みというか歯が見えてますので、にやり顔にも見えますよね。
で、もう一個あります。こちらが正面向きの笑顔のものになります。満面の笑みになってますよね。で、このフェイスパーツなんですけれども、すべてで試したわけではありませんが、フレームアームズガールとの互換性があります。以上、フェイスパーツは合計3種類が付属します。次に、まあ、マスクパーツってとこですかね。右手前に置いてあります。まず左側のもの。まあ、これが通常のマスクフェイスのものですね。先ほどのフェイスパーツで言いますと、この側面にスリットがありまして、ここの部分にこのマスクパーツをこんな感じで取り付けて、で、前側から前髪で押さえると、こんな感じでマスクを装着した状態にすることができます。次にこちらが、まあ、ガスマスク的なものですかね。これはフェイスパーツの方ではなくって、胸部のこの真ん中のパーツですね。これを取り外して、胴体側に取り付けることができます。特にこちら成形色のまま何も塗ってはないんですけども、レリーフを細かく、ガンメタとかシルバーで塗るとかなりかっこいいデザインになりそうですよね。次に武器パーツ。まずこちらがライフルですね。こちらの方がストック部分が短いものになっております。デカールの指示はここのみで、あとは若干墨入れをして、ここの後ろの部分、ここの部分だけ黒く塗装しました。で、このストックにつきましては、外して、この長いものを取り付けて、2種類の形態でキットに持たすことができます。次にこちらが剣ですね。納刀抜刀が可能となっております。ここの部分で、シャキンとこんな風になることができます。で、この剣の方につきましては、このキラッとしたところ、ここをガンダムマーカー EX のメッキシルバーで塗装しました。で、この剣なんですけども、この鞘の方に納刀するときに、結構クリアランスがありまして、こんな感じでストンと入りますので、よほどの厚塗りでもない限り、普通に塗装する分であれば、刀身の色が納刀バットの際に剥げることはないと思います。上にあれば 3mm のピンにジョイントを差し込んで、腰部とかにマウントさせることもできますね。残り、こちらに置いてありますのが、向かって左側の方が腹腕、右側の方がメカ腕になります。上のこの丸っこいのもメカ腕の一部のパーツですね。で、これからアルシア本体をご紹介するにあたって、両方腹腕にしようかメカ腕にしようか悩んだんですけれども、パッケージラストの方で右腕がメカ腕、左腕が腹腕になっていたものですから、今その状態にしてあります。まあ、これらの形状につきましてはまた本体の方で改めてご紹介したいと思います。では、アルシア本体ですけれども、先に大きさの比較の方を軽くさせていただきたいと思います。同じことぶき屋さんの女神デバイス、素体状態のものを置きますとこんな感じで、反対側にフレームアームズガールアーキテクトを並べますとこんな感じで、気持ちアーキテクトよりは小さめではありますが、全体的なボリュームとしてはフレームアームズガールにやっぱり近いですね。まあ、フレガで培った造形とか可動を惜しみなくつぎ込んだということですので、必然的に似たようなサイズ感になるのかななんて思います。では改めましてアルシア本体の方をご紹介していきますが、手で持ちますとこんな感じで、本当作ってる時からそうだったんですけど、フレームアームズガールを作ってるのと本当感覚的には変わらないですね。では上の方から順に可動とか私が塗装した箇所も含めてご紹介していきたいと思います。まずお顔こんな感じになっておりまして、これが通常側の目線が右向きのもの、まあこれが本来の島田文香さんのイラストをベースとした表情なので、これが標準になると思うんですけども、やはり個人的に通常側は正面向きが欲しかったですね。では可動とかなんですけど、まず頭部のこの猫耳みたいなところ、真ん中のゴールドで頭の高さのちっこい帽子ですね、赤いラインのところを塗装しました。で、この帽子につきましては着脱可能で、ただ取ってしまうと固定されていたピンが残るんですけども、このピンにつきましては前髪パーツを外した時に、このピンの部分だけを外して上下反転させ込むことで、ピンを本体内部に収納して、この猫耳ヘッドセットのバンドの一部として突起のない状態にすることができます。で、このヘッドセットの両側のこのゴールドもここを塗装しました。で、頭髪につきましては後ろに2つ分かれておりまして、それぞれ接続が可動軸ジョイント。この状態でぐるぐる回すこともできますし、前後の可動もあります。で、頭部の可動は頭部側がボールジョイント、本体側もボールジョイントの軸接続。襟の部分については別パーツで浮いてますので、特に首の可動について干渉することもなく、前とか後ろでボールジョイントで傾けたりということもできるようになっております。まあ、この辺はフレガーと一緒ですね。で、次に肩腕周り。まあ、今ご紹介した襟もそうなんですけども、今回のキット、デザイン的にこの赤いラインが非常に印象的でしたので、ここについては塗装しました。襟のところと腕の横のラインですね。で、ちなみにこちらが腕服になります。肩の接続はボールジョイント。特に胴体側の受けに可動はないです。で、上下とか大きく動きますし、ここの部分にロールもあって、肘についてはグイッと90度以上曲げることができます。で、手首は同じに可動軸ジョイント。袖の内側に若干埋まった形状になってますので、可動域は180度はないんですけども、十分な可動範囲だと思います。で、反対側の方がメカ腕ですね。で、こちらなんですけれども、多分イメージ的にはこの上のこのボコボコしてるパーツですね。これ上下2段のパーツになっているんですけれども、これイメージとしては、この腹腕を上までまくってメカ腕を外に出した、そんなような設定のものだと思います。で、このメカ腕につきましても、この肘のところとかにあります、このポッチのところですね。ここだけはゴールドで塗装しました。で、こちらについても当然ロールもありますし、肘についても腹腕と同じぐらい曲げることができます。で、ただ、ハンドパーツの可動ですけれども、まあ、ご覧いただいておりますとおり、このクリアランスが非常に少ないんですね。構造自体は同じです。可動軸ジョイントなんですけども。ですので、可動域は狭いんですけれども、まあ、こちらについてもこんな感じで角度変えることは自由にできます。
で次に胴体胸周りですけども、まあ、このお胸とかお腹もそうなんですが非常に露出が多いですよね。で接続の方も形状こそ違いますけれども、前後左右の可動軸に胸部部分がボール状に接続されております。この状態で前とか後ろ、後ろ結構大きいですね。で左右とかで回すこともできるようになっております。で先に後ろ腰部の方をご紹介しますが、ここにバックパックがマウントされております。でこのバックパックはこの土台ごと外すことができまして、さらにこの上のコンテナ部分ですね、まあ、先頭両側でも入ってるんでしょうか、この部分を上にずらして着脱することが可能となっております。で腰部周りの説明ちょっとこれ邪魔になりますので一旦ここに置いておきまして、で後ろから見るとこんな感じで尻尾が接続されております。先ほどペタンコザルしたんですけども、この尻尾付け根の部分に可動がないので、ペタンザルするときにはここの部分で外しておくことができます。でさらにこのスカートにつきましては複数のジョイントで構成されておりまして、下側の方がこれ乳白色のクリアパーツとなっております。ここの状態で内外の可動もありますし、上下の可動もありますので、姿勢に合わせて干渉を避けて可動させることができます。で当然これ自体を腰部のところで外して腰回りをすっきりした状態にすることもできます。でこのままご紹介しますが、脚部今度足回りですね、股関節につきましては左右それぞれ独立して高さを変えることができます。今これ両方押し込んだ状態で向かって右側左足を下げますと、このぐらいそんなに大きくないんですけれども下げることができて、この状態で前とか後ろ、まあ後ろはこのお尻の出っ張りのところまでですけども、横方向についてはこのぐらい、まあ90度はいかないんですけれども可動域は十分だと思います。でこの色の変わっているところにロールがあって、膝については二重関節でグイッと正座できるぐらいまで曲げることができます。で足首についてもこのくるぶしのところで後ろとか前で、つま先にも独立した可動があります。で先ほど話しましたこのブーツのこの赤いベルトのところですね、ここはベルトの中を赤、輪郭を黒というふうでちょこっとだけ塗装させていただきました。まあ今回のキット非常に派手さのないキットではあるんですけれども、やはりイラストの段階でもそうですし、出来上がった塗装済み完成品でもそうだったんですけれども、この腕とか足首部分 の赤いラインって非常に目立ちますからね。最初作ってる段階では赤いラインの水電車デカール欲しかったなと思ったんですが、いずれにしましても腕にせよ足首にせよぐりぐり動かすところですので、まあそういったところに水電車デカールとかを貼ってしまうと、まあ上からトップコートを置けばいいのかもしれませんが、結構指で触ることが多いので、そういう意味で考えるとここについては、まあ部分塗装してほしいっていうのは贅沢言い過ぎかもしれないんで、無塗装の状態でも塗りやすいようにこの腕の赤いラインとかもここの部分ぽっこり膨らんでますので、上からマーカーであれ筆であれちょっと塗りやすい造形になってくれてるっていうのはありがたいところですね。あとは何と言いましても肌色成分の多さでしょうか。作ってみた感覚としまして、この腹部周りの形状っていうのはフレームアームズガールの中でも初期のものというよりもマガツキとかドゥルガーアイン、あちらのようなウエストがキュッと締まっててヒップ周りにボリュームがあるというような形状になってましたので、より女性らしい体型が綺麗に再現されてるんじゃないでしょうか。全体的に暗めなカラーのなんかの兵士っていう設定なんですかね、すいません画集持ってないので詳しいことはわからないんですけれども、そういったミリタリー色の強いデザインなんですけれども、肌の露出が多いっていうのと、まあ、そもそも顔が可愛いのもありますけれども、猫耳のような形状をしたヘッドセットとか、あと地味にこの耳の形状がエルフ耳っていうのも非常に可愛らしいポイントじゃないでしょうか。ちょっと目線が右を向いてるのちょっとカメラ目線っていうのはなかなか難しいかもしれませんけども、こんな感じちょっと目線の方いただいておきまして、島田文兼アートワークスアルシアはこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりました今回のキットなんですけれども、全体的な印象としましては非常に作りやすいキットでしたね。まあこれは昨今のやたらこっちい武器とか武装がついてくるメカ少女に比べるとボリューム的にコンパクトだったっていうのもありますけれども、それとは別に肘とか膝といった関節の可動の部分ですね、個体差の可能性もありますけれども、私が作った今回の場合ほぼ軸の調整は不要でした。これは手首の可動軸ジョイントとか、そもそも PVC 製のハンドパーツの着脱、こういったところ全てにおいてストレスなく可動させたり交換させたり、そういった作業ができましたので、塗装云々のことを別にすれば美少女プラモデルのエントリーキットとしてもいいんじゃないかななんていうふうに思いました。ただその一方でそもそも元となったのが島田文兼さんのある意味渾身のイラストをベースにしてますので、パッケージイラストとかことぶき屋さんの塗装済み完成品のように仕上げようと思うと微妙な色合いも含めて非常に塗装が難しいキットではありますね。まあ私の場合自分が持っている塗料とか自分のレベルに合わせてかなり手前勝手に気になったところのみ塗装しましたので、今ご覧いただいてます完成品っていうのはかなりレベルが低くなっちゃったんですけれども、逆にゴリゴリ塗装派の方にはウェザリングも含めて非常にやりがいのあるキットじゃないでしょうか。そして何と言いましてもこのキットの可愛らしさですよね。顔が可愛いのはもちろんのこと、プロポーションもバッチリです。さらにパーツ一つ一つについても細かいレリーフとか布をイメージしたところのシワですとか、今背後になっちゃってますけれども腰部にマウントしておりますバックパック部分とか非常に細かい造形が施されていますので、特に気にならなければ無塗装パチ組でも非常に見栄えのいいキットに仕上がると思います。
で、今回のキットなんですけれども、メガデバでもフレガでもなく、島田文兼アートワークスという商品カテゴリーに分類されておりまして、おそらくコトブキ屋さんがそこまでするのであれば、今後も第2弾第3弾というふうにこのキットは続いていくんじゃないかななんていうふうに期待をしております。美少女キットがお好きな方、島田文兼さんのファンの方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。